おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、2024年6月22日からテレビアニメ第3期領土掌握編がスタートしたので、小説8巻をゆっくり紹介していく26本目の動画で第3章開催準備その4です。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説8巻領土掌握編で一気にできます。細かい内容が知れる、補足的なものとして、楽しんでもらえればと思います。それでは、ゆっくりしていってね。展開の復習終わりの一部、何が試練だよと思っていたが、それならば納得だ。ということは、冒険者たちが魔物退治に迷宮に入っても、死んだりせずに復活できるってことか？うん。迷宮の外に放り出したら、何事もなかったように生き返れるさ。でも、数が多くなると厳しいから、私が用意する蘇生用のアイテムを身につけてもらう必要があるかも。ラミリスが小さな世界で作成した認識アイテムを着用しておけば、死んでも迷宮の外で復活するらしい。これならば、一番心配だった安全面の問題が解決する。素晴らしい、素晴らしいよ、ラミリスくん。ほんと、本当にほんと？やっぱ、私ってすごいやつ？うむ、これで我々の野望は、達成されたも同然だぞ。やっぱり？私もそうじゃないかと思っていたのよ。俺たちは見つめ合い、うなずき合った。よろしく頼むぞ、ラミリス。ええ、任せておいてちょうだい。大船に乗った気でいたらいいよ。大船、ね。泥でできてなければいいけどね。体格差があったため、握手はできないけれども、俺たちの心は通じ合ったのだった。ここから、開催準備その4本編です。ラミリスの提案を受け、町の南東区画の空き地に闘技場を建設する運びとなった。その地下にはダンジョン。歌劇場に関しては、高級保養施設が立ち並ぶ北西区画に建設する。というか、迎賓館の並びに体育館や博物館なども建造していたので、何かに使えるかと用意させていた建物の一つを改築して間に合わせることになった。ダンジョンと歌劇場はいいとして、問題は闘技場の方だ。ゲルドはいないけど、五部級たちも頼りになる。きっと開国祭までには、形にして。結構厳しいですぜ、リムル様。あ、やっぱり？そりゃあそうだよね。普通に考えたら数年がかりの作業だし、それを1ヶ月やそこらで完成させるのは無茶というもの。いくら魔物がすごい力を持つと言っても、確かに厳しいよね。だよね。わかった、俺も手伝う。土を運んだり、鋼材の加工は俺がするよ。こう見えて、俺も元はゼネコン勤務。実作業はそんなに得意じゃなかったけど、見よう見真似でも素人よりはマシだ。俺にはラファエル先生もついているし、まあなんとかなるだろう。私も手伝うさ。ならば、当然我も手伝いましょう。ええ、ラミリス様の仰せとあらば。ラミリスたちも協力を約束してくれたので、早速作業に取り掛かるとしよう。テントが立ち並ぶ現地にて、図面を広げた。早速図面を書き換えてから、五部級にて渡す。なるほど、これならば問題ありませんぜ。よし。それじゃあ、獣人の皆さんにも説明しないとな。まずは、説明会を行いたい。今は働きに出ている獣人も多いので、アルビスとスフィアに事情を説明しておくことにした。その上で、夜にでも集まってもらう算段だ。そのようなことでしたら、リムル様の意のままに。そうだぜ。俺たちが文句を言う筋合いの話じゃねえよ。俺の説明を聞いた二人は、驚くほど簡単に了承してくれた。さらに、獣人たちへの説明も不要だという。え、いいの？ああ、リムル様。住む場所や食い物までお世話になっているんだ。むしろ、その闘技場の建設とやらは、俺たちにも協力させてほしいぜ。それに、リムル様が開催なされる祭りには、カリオン様も参加なされるとのこと。ぜひとも私たちも、お手伝いしたいのですわ。そう言ってスフィアとアルビスが、俺たちへの協力を約束してくれたのだった。私は少し気分が優れないので、あとはスフィアにお任せしますわ。おう、俺に任せてくれ。という二人のやりとりの後、獣人たちの指揮はスフィアが取ることになった。そうなると、びっくりするくらい簡単に物事が動く。スフィアの号令一家、テントの中から獣人たちが全員出てきた。整列する獣人たちを横目に、ラミリスがテントを自分の迷宮内へと移し終える。すると、あっという間にサラキが完成。俺も戸惑いながらもベルゼビュートで四角く地面を喰らい、そこに鉄骨を組み上げた。五部級たちが加工した石材を並べ、壁を埋める。なんとその日のうちに、隙間ができないように綺麗に仕上がったのだった。こうして重厚な感じの地下空間が生まれ、正面には大きな扉がしつらえられた。現代知識を持つ身として、信じられない速度での完成である。すごいわ。これが私の城に。あ、そうだ、この扉に触ったら、さっきのテントを並べた階層に出るようにしてあるよ。とラミリスが言うので、早速みんなで入ってみた。そこには本当に、獣人たちの生活空間そのままの景色が広がっていた。空調が整っている分、外よりも快適なほどである。アルビスやスフィアも、驚きの表情を隠せていない。これ、テントいらないんじゃないかしら？だよな。雨も降らないみたいだし、俺たちなら地面の上で寝ても大丈夫そうだぜ。とか言い合っている。
二人の会話からは不満を感じないので、問題ないだろう。囚人たちは不思議そうに、何度か出たり入ったりしている。入ろうと念じれば出入りできるので、不都合はなさそうだ。これ、夜になったら暗くなるのか？うん、ここは外とリンクさせているから、雨も降らせることができるよ。本当に何でもありだな。別に農作業をしているわけではないので、ラミリスには昼と夜だけ変化するように設定してもらった。思った以上に便利そうだし、他にも応用が効きそうだな。ちょっといろいろと考えてみようと思ったのだった。この場にいた囚人たちは安心したのか、外の作業を手伝いに行った。五部級の指揮下に入り、闘技場の建設を手伝ってくれるらしい。女子供が多かったけど、そこは人より強い囚人だ。労働力としては申し分ないので、五部級も簡単な作業を任せることにしたようである。元から技術指導を受けていた囚人たちも戻ってきて、工事に参加することになった様子。トレーニーさんはどこからともなく丸太を抱えてくるし、ベレッタはそれを正確に角材として加工している。魔法で乾燥までさせるという手の込みようなので、時間短縮が凄まじい。俺も常識を投げ捨てたつもりだが、こうした景色を見るとああ、ここは間違いなく異世界だと再認識させられるのだった。この調子なら、開国祭までには間に合うかも。さっき食った土を吐き出して小山にしておいたので、それも使って立派な闘技場を建設してくれることだろう。リムル様、あとはお任せを。という五部級にうなずき、俺は完成を楽しみに待つことにしたのだった。本格的な工事が始まった途端、ラミリスが一人になってしまった。そわそわしているラミリスが皆の邪魔にならないように、ちゃんと仕事を与えておこう。ラミリスにできる仕事、それは言うまでもなく迷宮の拡張である。この際だし、とことんやりたい。それにしても、ラミリス、お前の小さな世界ってすごいな。結構な広さの敷地が、迷宮の中に移されたわけだ。それも、一瞬で。ラミリスを褒めるのは尺だが、こればかりは感心するほかない。実際、この迷宮というやつは素晴らしいと思うし。まあね、まあね、今は、私の友達の精霊が住む最奥の間と、通路があった階層と、ここしかないけどね。明日までには階層を増やせるよ。確か、1時間で1階層だったな。地下100階層の迷宮を建造しようと思ったら、現代技術を駆使しても厳しいだろう。それならば、上に積み重ねていく方が簡単だ。ところが、ラミリスの力ならばそれを可能とする。ならば、ローマンを求めるのが男というもの。じゃあ、限界の100階層まで頼む。え？そんなに必要なの？ああ、いろいろな仕掛けを仕込みたいし、魔物の強さも段階的に調整したいからな。私としては問題ないけど、ちょっと聞いていい？何だ？さっきから気になっていたんだけど、どうやって魔物を増やすつもりなのさ？どっかから捕まえてくるわけ？ラミリスが俺に聞いてきた。100階層も増やすとなると大変だろうし、疑問に思うのも無理はない。しかし俺にはちゃんと考えがあった。ここでラミリスを納得させるためにも、少しだけ構想を話して聞かせるとしよう。実はな、ここだけの話だが。そう言って、俺はラミリスに内密に説明する。俺が考える地下迷宮の構想。それを聞くうちに、ラミリスの目が輝きを増していった。じゃあさ、じゃあさ。ほうほう、するとだよラミリスちゃん。こそこそと内緒話をするように、お互いに知恵を出し合う俺たち。ノリノリで。俺とラミリスがノリノリで相談する。当然のように言ってはならない方向に向かって突き進み、考えられない機能を有したアドバンストダンジョンの構想が出来上がってしまった。大丈夫か、これ？と内心で思ったが、今更後には引けない。想像あるのみだ。ラミリスはやる気に燃えており、全力で迷宮創造を頑張ると約束してくれた。ゆっくり休みながらでいいからな。はん。こんなすごい話を聞いた今、ゆっくり休んでなんかいられないわよ。私はやる。やってやるのよさ。ラミリスに頑張ってもらおうと思って、少し葉っぱをかけるだけのつもりだったのだが、ラミリスのやる気を燃え上がらせてしまったようだ。ラミリスがローマンを理解してくれたのも嬉しいし、空想が実現しそうで俺としても楽しみである。じゃあ頑張ってくれよ。俺は俺で、必要なものを揃えておくから。わかったわ。頑張ってね、リムル。おう、お前もな、ラミリス。同志となった俺たちは互いに声を掛け合い、にんまりとした笑みを浮かべ合ったのだった。今回はここまでです。地下迷宮、ウキウキ、ワクワクだぜ。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。